その方々がいないと自分っていう表現ができない、うん、表現の場が与えられないってなるので、うんはいはい、スター性ってでもその自分ベクトルの時にどれだけ最大化できるかなんですよ。新しいそのことをシャレにするにあたってうまくいかないことたくさんあるので、でも思いっきり失敗しに行くみたいな。どの選手にも必ずやってくる現役引退の時、今振り返ってその時何に困りどんな心境でいたのか、そこからどのように立ち上がり今の成功があるのか、そこには一人一人違うストーリーがあると考えています。今年現役を引退する選手やすでに引退してキャリア形成に悩んでいるアスリートに対し、さまざまなアスリートをゲストにお迎えして次の一歩について真剣に考えるネクストキャリア TV フォーアスリート。皆さんこんにちは。ネクストキャリア TV フォーアスリートナビゲーターの田中大輝です。さあ今回はですねゲストサッカー界からお迎えしております、元 J リーガーでありそして YouTuber でもあります那須大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして中田代表よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サッカー界、はい、しかも今までに亡き道を歩んでいるキャリアを持っているのが那須さんですよね、うん、はい。どんな印象ですか中田代表は。いやもう那須さんは面白いっていう印象がまず加わりますよね。面白い、何でもチャレンジするなっていうチャレンジ精神、はい、これは素晴らしいなと思ってました、はい、那須前から気になってました。自己紹介をなさされるときは、はい、なんて言ってるんですか。 YouTuber って言っちゃう。あ、もう YouTuber って言ってます、うん、J リーガー、元 J リーガーは言わないです。言わないです。言わないんですか、はい、まあ、人によってはこう紹介のされ方もされますけど、はい、別に何て言うんですかね、その YouTube の活動でもうストーリー付けっていうか視聴者の皆様にこう共感してもらいたいとか、うん、結果、はい、サッカーの発展向上っていうためには、うん、そこでしっかりその元サッカー選手っていうプライドも全部排除しないといけないんで、だから YouTuber としても活動させていただいてます、はいはい、あ、はい、プライドを排除するという長田さんキーワード出ましたね、はい、出ましたね、もう出ましたね、はい、割と早かったです、ね、改めて中田代表プライドを排除する、うん、まあ、元アスリートにおいては重要ですか。うん、排除することが全て重要ではないんですよね。要はどこに置いておくかって置き場所が大事なんですよ、うん、はい、で持っとくべきなんです。プライドって、うんうん、元 J リーガーだ、元プロ野球選手だ、はい、あんだけ頑張ってきたんだからっていうのは持っておくべきだと思う、はい、捨て去ることはないと思う、うん、ただ自分のために使えよっていうのは常に誰にでも言いますね、うん、自分を鼓舞するために使う、うん、なるほどね、はい、プライドを排除するのは大変じゃないですか。じゃなかったです。これ僕結構、うん、それ現役時代からも思ってたんですけど、はい、選手の本質とか仕事のやる本質っていうのが分かれば、うん、排除するというかそのプライドをその置き場所をしっかり考えるって言いましたけど、うんうん、中田代表が、はい、もうそういうの簡単なことなんですよ、でやっぱり選手って自分があたかもその対価を自分の活躍で対価を得るみたいな考えになっちゃいますけど、はい、でもスポンサーがいて、うん、サポーターがいて裏方の全員がいて、はい、その表現者の一人みたいな、うん、はい、あ、なるほどね、ピッチに立つ11人サッカーで言えば、うんうん、だからそう考えた時にその方々がいないと自分っていう表現ができない、うん、表現の場が与えられないってなるので、うん、はいはい、だからそう考えるとやっぱりそこの本質ってやっぱり周りのその周りベクトルじゃないですけどそれを生かされて今の自分があるって思ったら、うん、自分ベクトルで全てをこう考えなくなったので、なるほど、はい、で周りのために何か向上したい、サッカーの発展したいってなったら今逆算して不必要というかこれからやっていかないといけないことは、そうやって自分が自らこう足を運んで、今までサッカー選手としてじゃなくて那須大輔で今後のビジョンだったりやりたいことを、はい、いろんな方にお伝えする、その中で共感してもいただいたりとかでビジネスモデルを新しく構築するとか、うん、その中でその対価と情熱の場を与えたいっていうのが僕の目標としているものなので、うん、なるほど、だからそこら辺もしっかりとこうお話ししないといけないですし、なんていうんですかね、僕よく言うんです、失敗しに行くって言ってるんですよ、うん、チャレンジなんですけど、うんうん、でもチャレンジと表裏一体で、うん、なんか失敗っていうかうまく表現できない場合もあるじゃないですか、はいはいはい、でそれこそ学びみたいな、はいはい、だから新しいそのことをチャレンジするにあたってうまくいかないことたくさんあるので、でも思いっきり失敗しに行くみたいな、はい、だその中で学びながらこう今に至ってるみたいな、まあ、失敗しに行くイコール身になるものを得るっていうことですね、はい、そうですそうです、本当に
なるほど、このキーワードもいいんだよ、失敗しに行く、はい、いいですね、自ら失敗しに行く、はいはい、トライアンドエラーのね、うん、表現の一つだと思いますけど、楽しんで失敗しに行くって感じですね。そうですね、はい、それ現役時代若い時からそういう考え、はい、イズムだったんですか？若い頃は全くもう全くもう自分ベクトルで、はい、もう自分のなんていうんですか、その本当に対価とか、はい、欲しいもののためにとか、もう本当になんていうんですかね、そういう自分の欲、はいはい、がその、そのことのためにこう頑張ってた部分は大いにありましたし、でも僕思うんですけど、スター性ってでもその自分ベクトルの時にどれだけ最大化できるかなんですよ。なるほどね。結局そこからスター性ね、はい、スター性ってよく言うんですけど、そこがまずそこを経て周りがどんどん見えてくるんですよ、はいはい、本質とかいろんなことを感じて、だからそこ その自分に注力してる時にどんだけ最大化できて、でかついろんなことに気づいてどんどんこう周りが見えてって、まあ、事前授業だったりとか、いろんな人のためにとか、そういうことを本当に自然とできるようになるっていうことなので。なるほど、はい、どのタイミングぐらいで引退を意識して次のキャリアを考え始めました？はい、僕はですね、36だから7になる年にヴィッセル神戸で移籍したんですけど、はい、で2年契約してさせてもらって、うん、その時ですね、もう2年で終わるなって思ってました。あ、そうですか、はい、もうその2年限りだと、はい、もう体力的にも、うん、もうちょっと限界だなっていうのは感じてたので、うん、はい、じゃあ契約すると同時にもう次のキャリアを考えながらの契約、どちらかというとキャリアは考えてなかったんですよ。なかったですか、うんうん、はい、もうでも終わりだと思ってます。終わりだとはもう心では諦めてないものの、うん、体はやっぱり、うん、こうやりながらもう多分無理だろうなっていうのは自分の中であったんで、はい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 、なるほどね。サッカー選手のネクストキャリア、結構若くして平均年齢引退年齢若いじゃないですか、うん、日本営業大学にいらっしゃって皆さんはどんな方が多いですか、ネクストキャリア。まあ、サッカーの現役をやりながら、自分でビジネスを立ち上げる人間もいますし、うん、あるいは昼間の時間が空いているからということで、はい、会社員をしながら現役も続いているという選手もいます。現役選手は昼間空いてるんですか？空いてる、夕方から練習というクラブもあるんですよね、はいはいはい、なるほどね。その場合は昼間に自分で収入を得る仕事をして、うん、まあ、会社員をしながら現役を続けるという子もいますね。なるほど、はい、その引退した後のことをどの辺から考え始めました？ですね、その YouTube 自体始めたのがヴィッセル入って半年後なんですよ。じゃあ引退する1年半前、1年半前に始めて、で当初はもちろんサッカーの発展向上っていう思いだけ、ビジョンファーストでも、はい、とにかく突き進むみたいなとこだったんですけど、はい、でも自然となんかもう終わった後になんかこうセカンドキャリアとかよく言いますけど、そういうの考えずにシフトしてったみたいな、うん、自然と、うん、はい、自然とシフトしてって、それがどんどんこのいろんなビジネスにつながっていったりとか、うん、新しいものへその YouTube を活動してとか考え方とか、うん、そのマインドセット自体が変わって、へ、はい、でそこからどんどんこう派生して仕事がどんどんつながっていってるっていうところです。なるほど、いいパターンですね。転職とかセカンドっていう感じはないってことですね。じゃないですね。なんか自分で自らの決断でそこに進めたので、うん、だからサッカー界にとどまりたくないと思ったんですよ。はあ、サッカー界の環境における環境を変えたいと思ったんで、うんうん、だから外側から何かをこう自分で結果を残さないといけないっていうのがあったんで、うんうんうん、だからそんなのなかったですね、そういうの、はい、でも新しいキャリア形成ですよ、 J リーガーにおいては、うん、そうですね、で、はい、指導者ライセンス取るとかではなく、うんうん、なんかね、で契約企業の会社入るとかではなく、うん、はい、いかがですかこの考え。素晴らしいんですよ。成長していく人って2つパターンがあって、1つは高いところに目標を掲げて、はい、そこからはしごを下ろすんです、縄はしご、でこう一個一個上がっていくパターンですね、はい、もう一個那須さんみたいに、これサーフィン型って僕呼んでますけど、流れに身を任せながら、潮の流れ見ながらスイスイ行きながら、そこでまた次次って枝葉ができていくっていうパターンですね、はい、まさに素晴らしいパターンだなと思いますね。